皆さんこんにちは、めくり太郎です。今日はですね、プロ野球の今年の2024年の順位を予想していきたいと思います。私選抜高校野球は優勝校を無事的中させました。やったということで、まずあれですね、どういう感じでいくと、まあ守備、投手、攻撃、まあ総合的にどうかっていうところで3つの項目から見ていきたいと思います。まあ去年のね、優勝した阪神からいきたいと思います。まあいきなりね、開幕戦はちょっとね調子悪かったですけどね、さあ今後どういう感じでね行くかっていうところでね行きたいと思うんですけど、すごいシャッフルしづらい、見えます？阪神のまずじゃあ打線かな、打線ビョン、なんかやはり阪神はちぐはぐな今年は打線のようですね。なんか点を入れられそうで結局入れられないみたいな感じになるのかな。じゃあ投手力、去年も盤石な投手でねすごかったですけどね、今年はどうなんだってことで、パシッなあ、投手力は結構やっぱいいですね。月の逆位置だからやっぱいろいろ明るみが見えてきて作戦を組みやすくなる。やっぱ投手力ね、チーム抑えてなんぼですからね。それでじゃあ総合的に阪神はどうか、おお、なんかひょっとしたら2連敗いくかもしれないですね。明確な目標が立てられれば、まあ、それにどんどん進んでいくっていう感じだから、去年みたいな連勝街道でどんどんいっちゃうっていう感じでぶっちきりではないけど結構いい線にはいきそうですね。おおおお、よし、じゃあ次、じゃあ DeNA はどうか。はい、今空いてるんですかね。占いですか。はい、あ、はい、大丈夫ですよ。では DeNA の2024年を見てみたいと思います。よいしょ、じゃあね、まずまずですね、攻撃から、攻撃、投手、あ、投手、攻撃、総合力、投手、あー、うまく立ち回りますねこれはね。なんかそうだな、バウアーはいなくなったけれど、なんかみんなで補っていけるみたいな感じがある。なので攻撃力は、あ、攻撃今結構ね、一番あの新しく売り出し中の方がね、ドアイ選手ね出てるけど、なんかちょっと攻撃力はそれほどなんか、いい感じにはならない可能性ありますね。でもって総合力、がんじがらめで動けない。なんか結構あれだな、今なんか出足はすごく良くて、去年もね評判は良かったんですけど、なんかやっぱり総合的にはなんか優勝まで届かないっていう感じかな。こうなるとやっぱ阪神と DeNA と DeNA が下な感じですね。じゃあ巨人、巨人はどうか。まず投手力、おー、いいじゃないですか投手力。結構巨人ね、阪神にもね、あの勝ちましたしね、あ、結構いいんじゃない。攻撃力、あ、攻撃力にはねやっぱ迷いが生じる感じが出てるから、まあ4番バッターのね岡本選手はすごいけど、その他の総合的な感じで攻撃力でなんとかしていくっていう感じではなくて、やっぱ投手力でなんとか逃げ切っていくっていう感じなのかな。総合力、あ、いいですね、王様のカードが出ました。しかも価値観があって、これは結構いいっていう感じだから、あ、すごい、これは阪神より上だね巨人の方が今のところだとね。投手力とで、まあ、総合的にいろいろやっていけるっていうところがあるのかな。お、じゃあ広島投手力、あー、やっぱね、あ、広島は伝統的に投手力いいですもんね。投手力いいですね広島。攻撃力、あー、やっぱ攻撃力はちょっとあれだね。なんか目ぼしい選手がなんかあんまりいないような感じだよね。なんかやっぱ攻撃とはこの人だみたいな感じがないから、新外国人の人もねなんかどれだけ活躍できるかっていうところもあるし、あー、総合的なのもコツコツ積み上げていくことは難しいっていう感じだから、投手はなんか今はね、春先は投手的にいい感じだけど、最終的に優勝までいくかっていうと広島もちょっと厳しいのかなっていう感じですね。だからこうなると、そうだな、
阪神 DeNA よりはいいね。うんうん。なんか DeNA あんま良くないんだねこれね。うんうんうん。で阪神はまあ阪神よりもいいかなカード的にはね。まあ、でもあでも待って総合的に言うと阪神の方がいいから総合的な感じでいくとやっぱ阪神かな。じゃあこういう感じですね。はい、じゃあ次ヤクルト。ヤクルトね、もう村上選手の復活を期待してますよ今年はね。あー投手力は結構厳しい。して攻撃力、お攻撃力が急激にアップするっていう感じが出てるから、あ意外とこれいいですね。攻撃村上選手の復活あるかもしれないですね。そして総合力、やっぱりちょっとなんかなんだろう、どうしようもない自分たちだけでは抑えきれないっていうことが出てきそうなので、そうだな、よくないね。ヤクルトも DeNA の下かな、そんないい感じにはならない。そしてオープン戦首位だった中日ドラゴンズ、こちらはどうかということで並んでいきたいと思います。投手力やっぱりなんかオープン戦で力使い果たした感があるのかなそしてあ、うんですね、で攻撃力、おお攻撃力やっぱり今年ねすごいいい選手、中田、ね、選手とかも入ったし、いろいろトレードもしてなんか地盤固めというかこうだんだんね基礎体力的なものは上がってきてる、基礎戦力かでも上がってきてるから結構いいかな。そして総合的に見るとどうだなあ、これでもすごい喜びのカードだね。パーティー的に乱しちゃう、だからなんか一時期週には立ったりとかするかもしれないけれどもそこまでじゃないよっていう感じはあるのかな。だからまあでもなんだろう、ヤクルトよりは上ですね。そしてカード的に見ると DeNA よりも上だな。広島と中日、広島と中日がなんか同じような感じでこの辺でその最初に周囲に立ったりとかする、途中で周囲に立ったりするようなパワーが、パワーね、余力がどれだけ最後まで活かせるかっていうことが重要になってきますね。なので、順位的な予想で言うと、まあ、セリーグは巨人が、まあ、優勝。そして、2位、阪神。そして、3位を広島と中日が、まあ、争うみたいな感じですね。ちょっともう一回これはっきり見た方がいいかな。で DeNA、ヤクルト、まあ、この順番になりそうなのでちょっともう一回だけじゃあしっかり見てみますかね。広島と中日、まあ、これ最終的にどちらの方が順位は上に行くか、ビャン広島、お難しいカードは中日、あーすごいここに来て大アルカナが出ましたね。もう準備ができていないのが広島になって、そして実りを得られるカードということで中日がね、の方に出たのでこれ順位決まりましたね。中日が3位ということで上位、今年の上位セリーグはこういう感じ、巨人、阪神、中日という感じになりたい、なりたいじゃな、なるかと思います。なんか結構あれですね、 DeNA がこの5位っていうのが結構ね意外な感じではありますけれども、さあペナントレースまだ始まったばっかりです。皆さん今年もプロ野球を楽しんでいきましょう。どんなスターが出るかね、楽しみでございます。というわけで今日も見ていただいてありがとうございます。応援をよろしくお願いいたします。めくり太郎でした。バイバイ。